よ。間違いガイドか。
もう俺バイクやすいって言ってまあ、お母さんもいたりするI'm
ちがいられました。Thank you.
トレでもね、手を合わせるようになったからチームもうどこまでなんかしないっていうことで、ああいうふうにダブルスでやると、ポイント取られても立つ、必ず、なるほど、近づく、ダメだっていうのが来たら、今日はもうダメだ、あーみたいな。最初の試合始まる前にごめんってしてたよ、これで俺今日のごめん終わりだね、あとは見せてみるって言われたけど、やってやんなきゃ、とりあえずずっとごめんごめんって言われたよ、それ落ち込んでいいよ、テープもいっぱいあるの、あるよ、女子のね、A クラスを映して、ね、女子 A クラスの決勝に1000に入るようにベスト1000全国でね、全国でね全国でねベスト1000全国でね、県じゃなくて全国ですよ、着信なかった。誰からどこの姿？男の？何だった？今日やってるよって。森山でやってるでしょ。練習やってる。12時ぐらいから。ラケットがいいのかな。
違う違う違う。シューズがいいでしょ。ウェアもいい。何もらえませんでした。金くじだけ引きました。金くじやる。金くじ。そう。隠し。本当に。静止君のあの下ズボンに水をしてなんかね、レイジでな。相手のせいにしたくねえ。相手なら言っておくね。俺は言えねえ。あれ今日ネットネジ書いてんの？まだ。まだ。天使じゃない、玉打ち。
テニスでこうやって組み立てんの、組み立てて組み立ててナンバー2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 スライムのようなこんなのがこんなのがこんなのが男子で全然ボール変えられない。女子に返せない。いや、今サービスなんかちょろいのに誰もって返せない。空回りこんなボールがどんどんみんなからメールが一生に入らって言ってたすごいなって言って2位で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 予選突破できるって言ってすごいって言ってめっちゃ痛かったな。爪なのにめっちゃ痛かった。石崎さん、17日にさ、桜咲いてないと思うぞ。なんでこっちが指定なんだ。こっちが5月のさ、連休ぐらいじゃねえ。咲かねくない。いや、咲く咲く咲くが咲く毎年20いやいや、毎年20だね、22度かぐらいね、開花がね、28ぐらいなんでね。咲く咲く来週は咲くかな。今日は誰も桜咲かなかったけど桜さん、桜散る、桜散る、桜散るだったぜ。誰が一生白いよな。俺ら不転勝で買ったぐらいなんだな。ああ、それ一つ買ってるか。一応勝ちか。いやビビって来なかったよな。我々に言わせるのは勝つか負けるかわからないけど、あ、この人だな。こっちにも負けたの？誰？ああ。こっちにもやってんの？だってあっちも長いや、長いもん。何十年、20年もやってる。そんなことあったのよ。3人で。おーって。
今日の君はどうだった？今日の君の敵はどうだった？敵はいつも通り。いつも通り。リビスした。でも今日まだまだ時間つないでた。うちら4チームだったんですね。だから3試合で。やっぱ最後の方は結構。慣れてきた。この若い人たちに負けた。あっちに負けた。マルキュー！あれね、愛席だけ帰ってきて。ラケット…ベストマッチ。常にやっぱりあるのね、あっちも。ケンドが1、2、3、5。ラケット…ガッグだな。着てる服とか着てる服パンツの色だな、やっぱり。勝負パンツ朝食ってくるもの違うのか。緩めのパンツブリーフだよ、ね、そっちの方に行くと佐々木さん喜ぶ。すごい一言言うと見事ぐらい。すぐ乗ってくる。俺こうやってたっけさ、ガクさんこう試合してたんだよ。あっちの監督こっち来てさ、今日どうもありがとうございますって言われてさ、いや俺関係ねえんだけど、貫禄なんですよ。関係ねえけどこう思わずこうやったけど、変な顔して帰った。泉で？うん。僕すげえ気分悪そうな顔して帰った。せっかくあいつあっちから挨拶来たのに。試合ぐらいすれば調子良くなるけど。それ決勝だよ。決勝ですか？決勝に照準が合うようになってる。あのペースがね、ちょっと。実は監督と行くだろうな。評論は得意です。もうすぐ勝てるよ。バシャッと。砂でも。今日は。死んだわ。全部リソーシャだってそんな入った瞬間、ちょっとやっぱり1勝2敗だったっけ。すごいって言う。騙しマジがよねえから、なんでもなんか嘘で、まんざら嘘でもねえよな。不戦勝だろね。なあ、確かに半分以上嘘っぽいんだからな。もう1回勝てば決勝リーグだったんだ。もう一回、帰れば。パーセントの時はないけどさ。誰も見なかったことですね。
やら感情入ったから表情にな。何やどうやったのって感じだけど。Thank you.